うしてこんなことに。パパ、ママ。その声は。あなたがいいことをして地球の人たちに夢や希望を与えることができたら、フェナリナーサは地球に戻ることができるのです。無理だわそんなこと。え？だって夢や希望は自分が持つものでしょ。人からもらうものでも人にあげるものでもないわ。モモ、もう何も言わんでいいだば。フェナリナーサに戻っておいで。戻るって言っても、戻る体はもうないもの。そんなもん魔法でいくらでも作ってあげるだば。もし戻れるなら、私は私の夢を見たいわ。夢の国の私の夢じゃなくて、本当の私の本当の夢。パパ、私たちに子供が。え？やったね、ママ。やったー、ママ。元気な元気な女の子だよ。女の子。どうしようかな。まだ決まらないんですか、あの子の名前。僕らの子供の名前、どうしても一つしか考えつかないんだ。女の子ですしね、私も一つしか思い浮かばないんです。モモ。え、ママ。桃はもうわしらの子供じゃなくなったんだばね。ええ、でも人間になった桃が夢と希望を失わずに大きくなって、自分の夢を叶えることができたら、その時は王冠に最後のハッピーティアがはまって、フェナリナーサは地球へ戻るだば。そして桃は私たちとペットショップのパパとママの両方の子供になってくれますわ。桃が大人になる日か。夢の国の私たちにはほんのつかの間ですわ。ああ、その日が楽しみだわ。見える。私には見えるわ。フェナリナーサの降りてくる日が。